えっと、じゃあちょっとライブを始めたいと思いますって、誰も来てないか <laughs>。えーと、ま、適当に始めておきますかね。で、えっ、ー、と、じゃあちょっと画面切り替えますかね。今、あの、今度ね、オフィス2021っていうのが出ます。もうね、オフィスっていうか Microsoft 365の方が逆に有名になってて、えっ、ー、と、じゃあ2021と365どう違うのって話がまた出てきちゃうと思うんですけども、 このオフィス2021、10月5日、Windows11 と同じ日にですね正式にリリースとなります。であの、オフィス2021とかこの数字がつくやつってどういう扱いかっていうと、要はサブスクリプションモデルじゃないんですね、買い切り型、だから従来のパッケージを買ってきて使うっていうタイプなんですね。だからこの前がオフィス2019、その前は2016だったかな。 ちょっとあの私も使ってないんで、もう覚えてないんですけど。まあ、そういうところでね、あのパッケージでちょっとお高いんですよ。な,なんか、なだかなでセットで3万円ぐらいするんですけど、それを1個買ってしまえば、サポート期間というのはあるんだけども、もうずっとライセンスとか使えるっていうことになります。というのが出るんで、だいたい私ももう、マイクロソフト365なんで、あの使うことないんですけど。 よく試験的にね、Office 2019っていうのを使ってみたりとか、そういうことはしています。で、あのー、要はこれ、LTSC っていうロングタームサービスブランチっていうのと一緒で、まあ、先ほど言いましたように、ずーっと使えるんですね。だから、結構5年とかそんぐらいのスパンで使えるんだと思いますけど。というので、まあ、なんていうの、毎月課金で支払うの嫌だ、もう買い取り型にしたいって方は、この Office 2021 を買ううとといい形になると思いますこれお店でね、あの買います。あの多分札かなんかがあって、えー、多分3万円とかそんぐらいすると思うんですよ。3万4000とかね。えっ、ー、と、これ買ってきて、レジで使って。で、あのー、CD とかも DVD とかじゃ売ってなくて、あの多分いこんなカードを買ってきて、そのカードでライセンス番号を入れて、ダウンロードしてインストールするって形になります。まあまあ、そういうとこでね。まあ、あのー、中にはこういう人もいいって思う。 いうしそのサブスクリプションモデルっていうのは合ってないって人とかねあとは本当パソコンの初心者の方ですねお店で例えばヤマダ電機でパソコン買ってきてもうすぐ家でオフィス使いたいとでもう一度買ったらもうお金払わなくていいやっていう風にしたいって方は、まあ、2021これサブスクリプションじゃないモデルをものを買うっていう形になると。 で日本だけなんですね、こういうのね、頑張ってるのね。も,うもちろん海外でももちろんオフィス2021って名前で出てるんですだい大体もう海外の方は、マイクロソフト365でサブスクリプションモデルってことでね、えー、と月1200円ぐらいで、年間で1万2000いくらって、ちょっとお得なプランになってるんですけど。まあ、これはねあの、日本はまだまだやりますね。 そうですね、オフィスってまだ買い切りできたんですね、知りませんでした。そう,そうなんですよ。あのね、本当に日本だけです、いつまでもこれやってんの。うん、日本だけって別にあのガ,シあのガジンかぶりするつもりないんですけど、えっ、ー、と、で、多分これでオフィスをセットで買います、これだけ買えばオールインワンで OK です、今、ヤマダ電機でお金ね、20何万支払えば、このサーフィスをセットで買えば OK ですよとかね、まあ、これいつダイナブックでもいいし。 東芝のパソコンででもいいですけどあ東芝の富士市のパソコンでもいいんですけど、どうすればいいですっていう方には、これはいいと思います。だからまあ、私の親の世代ってあれですけどね、もう、まあ、いわゆるパソコンはそんなよくわかんないですけど。ただワープロを使いたい、表計算を使いたいって人にはいいかなと思ってます。ね、1年経ったら使えなくなっちゃったって、なんだこれつって、ね、せっかく買ったのにってね、そんな話になると思うんですよね。 だからこれ私もよく言ってるのは、これ、今週、あ、まあ、今週っていうかね、22日で、だから、日本時間でいくと23日の0時に、おそらく新型サーフェスの発表があると思うんですね。おそらくサーフェスプロ8だと思うんですけど、これも、言われてるのが、これは Windows 11を搭載して、Office 2021をバンドルしたものが発売されるでしょうっていうふうに言われてます。 まあどうせやとマイクロソフト365はくっついてねえんだろうっていうね、えー、そういう風に言われてるんですけど。あとね、あの、オフィスいらねえから、ね、マイクロソフト365の契約だけでなんとかしたいとかっていう人もいると思うんですけどね、あの企業向けの方は、あのもう企業でマイクロソフト365を契約してるんで、いらないよっていう、こんなバンドルのオフィスなんかっていう方がいると思うんで、それは企業向けのね、サーフェスは、 オフィスバンドルしてないんですよね、うん、ただやっぱりあのコンシューマー市場向けっていうのは、えー、くっつけちゃってるんで。まあしゃあねえのかなっていう感じですね。うん、で、えー、と、いうことでね。で、まあ、何が変わってますかっていうのはいろいろあるんですけど、これね、私ももういちいち終えてないんですね。で、実はちょっとすみません。あの、ポッドキャスト番組の方はちょっと今日配信しないで、明日配信しますけど、この話をしようかなと思ったんだけどね。 なんか、ポッドキャストで話するのもなんか、声だけじゃ分かりづらいなっていう感じで。まあ、よく書かれてますね、これね。あのー、Excel の方で、えー、VLOOK とかいう関数が今まで使えてたんですけど、今度は XLOOKUP っていうのも使え、あ、VLOOKUP に加えて、XLOOKUP も使えるようになりますとかね。まあ、そんなところの、もう、なんていうのかな、Microsoft 365の Office だともう使えちゃってる機能が、 今度その2019から2021になるんであたって使えますっていうのがここにこう列挙されています。えー、Office2021 の新機能ということでね、検索してもらえると出てきますんうん。まあ、これ皆さんどうして使ってる方は、どうなんだろうな、Office。あのー、中にはもうマイクロソフト製品の Office はね、個人じゃ使わないよって方も多い,多いと思うんですよ。あのー、私も、まあ、あるから使ってるって感じですよね。 あのお小遣い帳だとかっていうのエクセルで付けたりとかやってますけど会社の仕事だと使いますけどまあ家だとそういうあるから使うってくらいだけどこれ買わなきゃいけないのって話になるとウェブ版で足りたりとかねえまあそういうことで済ましちゃうかなっていうこともあるかなと思ってますまあまあえそんなとこで これが出ますという話ですね。おそらくその、えっ、ー、と、1一月、あ0月、十あ10、十十月5日、Windows 11と同時に発売になりますんで、えー、ぜひね、あの、これまあ、こういうのあるよってことをね、ぜひじゃないや、あるよっていうのをね、見ていただければなと思っています。はい、えー、ということでね、Office 2021の話でした。